ディポー・クワド・ディポー・パフォーミング・アーツ・センター・デポー大学は、アメリカ合衆国インディアナ州、グリーンキャッスルに立地する、私立大学である。旧名は、インディアナ・アスベリー大学。1837年に創立され、2016年時点では、学部生が2264人である。キリスト教メソジスト派のリベラルアーツ・カレッジであるが、宗教的イベントへの参加は要求されない。 US ニュースワンドワールドレポートによれば、リベラルアーツカレッジのランキングで、全米51位にランクされる、名門校である。フォーブスアメリカズベストカレッジズでは78位。クラスサイズが、とても小さく、学生と教授の比率が10、1なため、教授と学生の関係が良いことが強みである。ほとんどの入門クラスは24人以下。 多くても30人以下で構成されており、上級クラスになると10人以下のクラスも多い。ディスカッションベースのクラスがほとんどである。また、教授の99%は博士号を取得しており、多くが全米トップの賞を取っている。IB リーグで教弁を取ったことのある教授も数多くいる。教授人全員が教育に力を入れており、オフィスアワーを設けるか。 オフィスアワー外予約も可能で、何時間でも相談に乗る体制を整えている。学生は、クラスについての相談だけでなく、日々の生活や取り組んでいる、研究内容など、様々な分野で教授に相談を持ちかける。また、学期末に学生を家に招き、食事を共にしたり、徒歩5分に位置するスターバックスで週末にお茶をしたり、する教授も多くいる。現在、 インターナショナルスチューデントは全体の8%を構成しており、彼らのサポートは手厚い。デポ大学は留学生に対して多くの奨学金を出すことで有名である。受験プロセス中は、インターナショナルリエーゾン、1年生が始まる前の夏休みとオリエンテーション期間中、さらに最初の1年間は、インターナショナルスチューデントアンバサダーと、ファースト、イヤーメンターという、 学内の厳正な選考を経て選ばれた学生たちが留学生をサポートする。さらに留学生はホストファミリーやグローバル、パートナーといったサポート体制も受けられる。インターカルチュラルライフオフィスはインターナショナルスチューデントサービスオフィスとマルチカルチュラルスチューデントサービスオフィスの2部門に分かれておりべての学生がサービスを受けられる。積極的にイベントを行うほか 予約制で相談がも可能である。キャサリン F ハバードセンターフォースチューデントエンゲージメントが学生の学問以外の活動を総合的にサポートする。センター内には留学サポートやインターンシップサポート、就職サポートなどのサービス、そして資料が整っている。また、著名卒業生との関係も良好であり、たびたびキャンパスを訪れた卒業生が 無料で学生と30分程度の個人面談を行う。2015年度にはデルタ航空会社のシニア VP が学校を訪れた。就職実績としては学生は主にマーケティング、コンサルティング、ファイナンス、IT のフィールドに進んでいる。全米で流しれた奨学金プログラムに多数合格者を毎年送り出していることでも有名であり、中でも フルブライト奨学金合格者数は毎年全米でもトップに入る。コロンビア大学、ハーバード大学、ジョン・ホプキンス大学、イエール大学など数々の名門大学院へ学生を輩出していることでも知られる。1890年に始まり毎年11月中旬に行われるデポ大学とワバッシュ大学同士のアメリカンフットボールゲーム。120年ほどの歴史を持ち、 勝者は1932年から続く伝統に、基づいて300ポンドあるも、ナンベルが授与される。2010年現在での全体勝利回数は、ワバッシュカレッジが55勝53敗9引き分けで、リードし、1932年のモナンベルの伝統が、始まってからの勝利回数は36勝35敗、6引き分けで、デポー大学がリードしている。ありがとうございます。